はいはい、どうもケイです。本日ですけども、ベルリンからニルンベルクに行きたいと思います。で、今ね、中央駅の方に向かっております。じゃあ一旦中央駅まで行きます。レッツゴー。はい、サクッと中央駅に到着しました。こんな感じです。おなじみの、ベルリン中央駅になります。ここからですね、ICE っていう速い電車、いわゆる新幹線的な電車に乗ってニルンベルクに行きたいと思います。で、ベルリンからニルンベルクはだいたい電車で3時間の旅になります。チケットの値段は自分は 2,3 週間前に購入して40ユーロでした。セカンドクラスの自由席40ユーロ。で、まあ今日金曜日なので、もしかしたら平日でめっちゃ早く買ってワンチャン35とか29、30かな、30ユーロで買える可能性はあります。ただ、直前になると結構高くて、まあ当日だったら100ユーロぐらいしちゃうと思うし、3日前とかでもね、80ユーロとかしちゃうと思います。なんでもしね、ニルンベルク、まあ、もしくはドイツの国内で電車に乗る方、早めにね買うようにしてください。ちなみに今回なんですが、ご覧の通りいつものセッティングで大量の荷物で、ニルンベルクの方に向かいたいと思います。この次かこの後の動画で話しますが、今度はニルンベルクにね1ヶ月ぐらい、滞在してみようかなという感じです。いろんな場所ね、中期間滞在するっていうのをやってきましたが、今回はニルンベルクとなります。今回は、ベルリンからニルンベルクまでの動画になりますが、その後の動画でニルンベルク編の動画が続きます。で、有名どころで言うと、今も来てますが、アディダスの本社がニルンベルクの郊外にあります。なんでね、それもねこの旅中に行ければなと思います。じゃあちょっとこういう時間潰して、本当はいろいろ動き回りたいけど、荷物重すぎてそんな動きたくないので、適当にここにいて電車を待ちたいと思います。今回自分が乗るのは ICE の1009ってやつで、6時5分発ですね。ミュンヘン行きの電車に乗ります。で、途中のニュンベルクで降りるっていう感じで、1の B から E がプラットフォームになります。今からプラットフォームに向かいます。ちなみにね、今プラットフォームの B から E って言いましたが、同じプラットフォーム1でもA から多分 G とか F ぐらいまであって、同じプラットフォーム内でいろんな場所に止まったりします。これがプラットフォーム1だったら ABCDEFG ってなってて、で、この A から C までがこの電車です。で、 D から G までがこの電車ですみたいな感じで止まるときもあるので、ドイツ来る方、プラットフォーム番号だけじゃなくてプラットフォームのアルファベットもある場合があるので気をつけてください。ちなみにドイツベルリンの中央駅の中見たい方、他の動画で散々、撮影してあげてるので、ぜひ気になる方は他の動画を見てみてください。毎回旅はここから始まるっていう感じですよね。ドイツベルリン中央駅、アプリの中からチケット見ると結構混雑してますよって出てましたが、このホームの感じだとそんなに、まあいるけどそんなに混んでないかなと思います。自由席なんでね、頑張って運よく席取ればなと思います。始発になるので、まあ座れんじゃないかなとは思ってます。席予約すると4ユーロかな、5ユーロ、追加で払うことになります。まあ5、600円ではね絶対されたいって方はすればいいし、まあ最悪いっかって方はしなくてもいいかなと思います。まあ多分座れると思う。はい、来ました、おなじみの TV です。お、ガラガラじゃん、いけんじゃないかな。無事にね今車両に乗りました。一応このここにね何も番号が書いてないところがフリー席です。多分大丈夫これで。いやー、よかった。ただね、なんか荷物置くところがすごい狭くて、スーツケース向こうの方に、結構向こうの方に置いたんでちょっと心配ではあります。今走りましたが、ちょうどサンセットが綺麗に見えてます。めっちゃ綺麗。まあ木が綺麗見えないけど、車内はですねこんな感じで、自分の席を持ってます。で、ここにじゃプライベートの、ボックス席があって、で、こんな感じの、トイレが切れてますね。で、向こうに食堂車があるような感じです。おなじみの食堂車の売店です。まあ、食堂車っていうかほぼ売店ですね。で、皆さん気になるトイレですね。めちゃくちゃ綺麗、全身カバーもあって、で、ここに洗面台があって、で、トイレしますよ、もしお食事中の方。こんな感じです。普通じゃない。やっとニルンベルクに着きます。で、あとね、もうあと2分ぐらいなので、この入り口の方にね、待機して今から降りようと思います。いやー、なんか3時間途中長いなって思ったけど、なんか意外と早かったかなって気もしますね。なんで日帰り旅行とかきついかもしれないけど、まあ1泊2日とかだったらちょうどいい距離じゃないかなと思います。あ、着いたかな。よし、じゃあ降ります。無事にニルンベルクに到着しました。イエーイ。で、今から下に行きたいんですが、どっちだろう。なんか階段しかないのかな。そんなことある。もしくはエレベーターが
ないな。基本は階段っぽいですが、一応エレベーターがあるっぽいけど見当たらないな。あった、まあ、とりあえずね、こんな感じで無事にニューメイクに到着しました。いやーめっちゃ楽しみだね、ニューメイクの旅も。もしね、この動画が良かったらぜひいいねとコメントいただけると幸いです。ではまた、お会いしましょう。バイバイ。